石田屋の水戸藩ラーメン。薬味の五神が添えられ、具には鶏肉と鯛をなす椎茸が乗っている。水戸藩ラーメンは茨城県水戸市で販売されているご当地ラーメンの一つ。江戸時代に水戸藩主の徳川光國が日本で最初に食べたと言われるラーメンを再現した料理である。光國は民から亡命してきた受学者の朱春水に学んでおり、外国の文化も 積極的に取り入れていた。その中に中華麺も含まれていたと推測されることから、徳川光国は日本で最初にラーメンを食べたと言われている。当時の記録には、小麦粉とグー粉で作った麺に色々な粉をかけた、うんどんのような汁麺と記されている。1697年には、隠居所の西山荘で、来訪した僧侶や家臣に振る舞ったとの記録もある。 この説に基づいて、新横浜ラーメン博物館では、水戸徳川家の青いの門の入った湾に盛られた再現料理のレプリカを展示している。なお、朱春水は徳川光国に招かれる前に、長崎で柳川藩の関係者から世話を受けていたことから、日本のラーメン発祥の地は柳川との説もある。また稲沢俊之の研究により、徳川光国より200年以上、 現在の水戸藩ラーメンは1993年に発売された。バブル崩壊後の町おこしとして、水戸市の製麺業者が再現を図った。水戸藩の料理を研究していた大塚根の基地が再現に協力している。麺にレンコン粉を練り込むのと五芯という薬味を添えるのが特徴である。レンコン粉が加えられているために、麺は全体に茶色で黒い点がある。五芯は、 漢方医学に由来しており、薬膳の性格を持つ。さらに、温苗古行思想に基づいて、チャーシューなど肉をにするときには、肉と兄弟分とされる椎茸も添える。スープの出汁や具に、鶏や豚などの肉類を使うが、徳川光久には当時は、タブー視されていた肉食を嫌っておらず、生類やアレミの例も無視したため、交渉として必ずしも不自然ではない。 ミトハンラーメンは2009年4月時点では、県内の9つの飲食店で提供されているほか、生麺を使った袋麺タイプのインスタントラーメンも、見上げ用として販売されている。ただし、県内でも今一つ知名度は高くないとの表もある。県外では、京都の東栄渦正江川村と東京三鷹市の中華料理店でも提供されている。ABCD メタボナ等の国の 日本のご飯、ルーツはモン様。ミトハンラーメン。47ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュトピックススラッシュ b-gourmet スラッシュ2007スラッシュ06スラッシュポスト 6php2010 年4月22日閲覧。ab 外部リンク。 水戸観光協会 ABC 北崎玲子。茨城、万有するラーメン、水戸開販機。朝日 .com。http コロンスラッシュスラッシュ www. 朝日 .com スラッシュフードスラッシュニューススラッシュ tky200904070201 ドット html2010 年4月22日閲覧。室町時代にラーメンラーメン誌を覆す。 新事実を発見。2017年6月29日、新横浜ラーメン博物館。ありがとうございます。